庄内観光物産館でヤバいイベント開催されてた。出雲もっけだのアフロリュウジです。庄内観光物産館のあんこう鍋祭りに行ってきました。実は山形県って結構あんこうが取れる地域なんですが、地元であまり食べられてないとのこと。地元でもその美味しさを味わってほしいという願いが込められ、昨年から開催されてるんだって。会場に行ってみたらあんこう鍋の誘惑に誘われてたくさんの人が訪れてました。僕はあんこう鍋、唐揚げ、あん肝ポン酢、雑炊セットが一緒になっているあんこう尽くしセットを注文。癖がなくて程よい弾力があるプリップリのあんこうが本当に美味しかった。僕が特にお気に入りだったのがこれ、あんこう鍋雑炊。濃厚なスープにご飯、溶き卵、ネギパラリからの最後に追いあん肝。これ本当最高だったし、みんなにぜひ食べてほしい。そしてもう一つ驚いたのがこれ、あんこうのつるし切り。目の前で職人さんがさばいてくれる様子に感動しまくりでした。目でも味でも楽しめるあんこう鍋祭り堪能させてもらいました。来週2月19日まで開催中なんだって。みんなも行ってみてね。